ただいまご紹介に預かりました井野です。私の方からはですね、次世代学術研究プラットフォームとしての図書館システムネットワークと、その将来像という形でお話をしていただきたいと思います。まずですね、図書館システムネットワークという言葉、様々に先ほどから、小山先生の方からもお話の方が出てまいりましたけど、これが何を指すのかという部分なんですが、これはですね、今回 NII さんの方でプレスリリースをしたというふうにお話の方が、まあ、NII の吉田課長さん、あるいは小山委員長の方からもありましたが、まあ、そこで指されている、まあ、共同利用システムと呼ばれている、まあ、真ん中に位置するシステムですね。それと、各大学図書館の個別のですね、システム。これらを結びつけて構成される、まあそういったネットワーク。これを図書館システムネットワークというふうな形で位置づけております。言うなればこれはですね、日本国内の様々な学術情報を集約し、まあ共有するためのシステムということになりまして、まあ研究や教育に貢献し得る、まあ学術研究プラットフォームの一部をなすというふうに考えられます。で、この新たなですね、図書館システムプラットフォームの価値というところなんですが、まあこれはですね、まあ現在のナクシスキャット ILL の機能というものを当面維持した上で、まあ参加する1300機関が利用する図書館システムとの接続の継続性を確保しつつ、新たな国際商事への対応可能とするシステムになったということだと思います。これはですね、新ナクシスキャット ILL におきましては、まあ、メタデータの高度化ということを念頭に置いておりまして、Mark21 というものを基礎としまして、まあ、RDA であったり、あるいは日本目録規則の2018年度版、あるいは米国機械図書館が主導する新たなメタデータスキーマである VIV フレーム、まあ、こういった国際標準への対応が可能になったということが念頭としてございます。で、これによりましてですね、まあ、国外諸機関などとの間での、まあ、書誌データ流通などが、まあ、より効率的に行える環境が作られたということになります。まあ、もちろん、こういった高度化された様々なメタデータスキーマとかいうものに関しましては、今すぐに適用ということではないかとは思いますが、まあ、こういったことが適用できる余地が作られたということは重要であるというふうに考えます。で、さらにですね、まあ、電子リソース管理システムというところに話を向けますと、まあ、これはですね、これからの学術情報システムのあり方、2019と、いうところにおきまして、まあ、様々な電子情報資源の効率的なワークフローを実現のために、まあ、必要な、まあ、契約パッケージに含まれるタイトルリスト、あるいは利用条件といったような各機関共通のデータを、まあ、共有すると、まあ、そういったシステムを作るということが謳われておりました。まあ、これがですね、まあ、実現したというところに価値があるんだと思います。で、具体的にはですね、まあ、様々な電子リソースの管理サービスとして、まあ、ジャスティスに提出されたような電子リソース製品の、まあ、利用条件、タイトルリスト、まあ、こういったですね、共通性の高いデータというものを、まあ、蓄積し、まあ、それを公開許諾が得られたデータとしてですね、まあ、そのうちの、まあ、もちろん全てではないかもしれませんが、そういったものを、まあ、各機関の図書館システムで共有することができる、まあ、そういった仕組みが実現したというところにあると思います。で、これはですね、国際標準に対応したシステムというものを、まあ、適用したことによりまして、特にですね、まあ、国外の電子リソース製品のメタデータなども、まあ、効率的に活用できると、そういった下地ができたんだというところも、まあ、一つ価値としてあると思います。で、まあ、今ちょっと価値の方の話をさせていただいたんですが、まあ、あくまでもですね、ここでお話しさせていただいた今の共同利用システムというのは、まあ、現段階での位置づけというものに過ぎません。これはあくまでもスタートであるというふうに我々は認識しております。で、スタートであるということは、それが目指す方向性もあれば、さらにどんな可能性があるのかというところもですね、皆さんにお示ししていく必要が多分あるのではないかと思いまして、まあ、ここからはですね、将来像というところを少しお話をさせていただきたいというふうに思っています。今回の、まあ、共同利用システムのリリースにおきましてですね、日本における様々な、まあ、主要の学術情報というものの集約先としての、まあ、共同利用システムというところがですね、まあ、一つ明確になってきたという事実がございます。例えばですね、今、紙のものであれば、それは当然ですね、目録情報という、テーマにおきましては、ナクシスキャット、新しいナクシスキャットというふうに書いておりますが、ここに集約をされる。一方で、電子のものにつきましては、図書であり、雑誌であり、まあ、そういったもの様々あると思いますが、こういったものがタイトルアクセス情報というものを介して、まあ、それが電子リソースの管理システム、あるいは ERDBJP というところにもちろんあるんですが、そういったところに集約をされていく。あるいは雑誌であれば、そういったものも同じように、
まあ、応援のものであれば ERDBJP に従前通り、まあ、そこには集約され、一方で商用のものに関しては電子リソースの管理システムの方に集約されていく。まあ、こういった流れができてきているという状況になります。いわば、ここまでですね、欠けていた部分、欠けていたメタデータというものが、まあ、共同利用システムにおいて、電子リソース管理システムというこのオレンジの部分ですね、これを導入することにより、まあ、網羅できるような体制になってきたということは一つ言えると思います。で、この電子リソース管理システムなんですが、まあ、ここでゴールというふうには考えておりません。この次が多分あるんだろうということであります。これは、まあ、電子リソース管理システムというものは、確かにジャスティス参加官においてはですね、電子ジャーナルを中心とする、まあ、契約タイトルリストであったり、URL 情報であったり、ライセンス情報であったりと、まあ、そういったものの管理に道を開くものとして重要な役割を果たすわけでありますが、まあ、一方でですね、まあ、この段階での、まあ、電子リソース管理システムが持っているタイトルリストというものは、電子ブックという視点から見ますと、メタデータとしてはかなり物足りないものであります。したがって、まあ、これを解消する仕組みというのが求められていくことになります。まあ、例えば、本来であれば、紙の人としてあればですね、非常にまあ詳細な様々なですね、まあ、メタデータというのが取得されている、まあ、そういった状況がありますが、まあ、現段階で電子リソース管理システムの部分におきましては、まあ、そこまでのメタデータというのが取得できていません。で、さらにですね、まあ、国内で提供される商用の電子ブックというのは、今のところですが、まあ、一般的にジャスティス契約の外で提供されているものは非常に多いです。まあ、ですので、こういったものの存在というものを効率的に把握して、それをサイニーブックスやあるいは図書館システムというところで活用できる仕組みを構築する必要があるというふうに考えています。まあ、実際ですね、サイニーブックスにおきましては、検索対象というのは現状紙の書誌レコードがある資料のみというふうになっております。まあ、この点から考えてもですね、紙の目録であるナクシスキャットと並立する、まあ、必要かつ十分なメタデータを集約した電子の目録というものを、まあ、この電子リソースの管理システムに立脚して作っていく、まあ、そういった必要性があるんだというふうに思います。では、まあ、この電子の目録を、まあ、どのように構築するかという話なんですが、まあ、このためにはですね、出版社であったり、まず書店さんですね。この書店さんというのは、電子ブックのプラットフォームを有している、まあそういった書店さんでありますが、こういったところとの、まあ協力というのは欠かせないであろうということは考えられます。で、現実問題として、大学図書館では、まあ人的リソースが非常に不足しています。ですので、まあ電子の学術情報の集約や共有というものに、まあ労力を費やす余裕などというものはほとんどないと思われます。まあ実際、ナクシスキャットですら、まあ軽量化、合理化というところを進めてきた、まあそういった状況でありますので、まあここはマストであろうというふうに考えられます。で、まあそういったことを考えていきますと、例えば海外におきましては、出版社が販促のために、まあ取り次ぎや書店向けに作成する流通系のメタデータ、あるいは、まあ電子ブックのプラットフォームで利用されている書誌データなどというものが、まあ、集約されて、まあ、図書館で利用できるような環境というのが作られておりますから、まあ、こういったことを日本においても考えていく必要があるんだろうということが言えると思います。流通系のメタデータ、プラットフォームの書誌データというところにはですね、あるいは、例えば小録、あるいは目次データなどというものを含むものがたくさんありますし、ある意味ですね、豊かなメタデータというものが検索用の書誌データとして活用できるという可能性があるというふうに考えられます。まあ、さらにですね、出版社から流通開始と同時にですね、メタデータがもし入手できるようになれば、まあ、これは図書館の発注や受け入れ業務の軽減にもつながっていくということも考えられます。まあ、そういった中で、じゃあ我々の部会で今どのようなことを考えているかと言いますと、まあ、一つ、OpenBD と呼ばれている、まあ、こういった存在との話し合いというところが実はございます。で、これはですね、版元 .com というところに登録している出版社400社の書誌データと、JPRO、まあ、これは出版情報登録センターでありますが、ここに直接登録している出版社の書誌データが集約されている、まあ、そういったデータベースであります。で、これは、流通系のデータベースでありまして、まあ、現在取り次ぎを通過した本の、まあ、JPRO の掲載率の 86% というふうなところを言われておりますけども、まあ、これ取り次ぎが今電子化というところを進めておりまして、この 100% 近くになるということで、まあ、さらなる情報がここに集約されるのではないかというふうに考えられます。で、電子書籍取り次ぎというところでいきますと、大手のメディアデューという会社がありますが、ここの電子ブックのデータも今後入ってくるというふうに、まあ、OpenBD の方からは聞いております。で、まあ、こういったところとですね、システムワークフロー作業部会では、意見交換の方を開始しておりまして、まあ、こういったところで、集約されるメタデータというものを、まあ、図書館のメタデータとして、どのように活用できるかということをですね、検討しているところであります。
で、まあ、こういったオープン BD や、まあ、書店のプラットフォーム、どこに期待されることというのを、まあ、我々図書館の立場から言いますと、まあ、こういったですね、オープン BD や書店というプラットフォームから流れてくる、まあ、そういったメタデータを、まあ、先ほどの共同利用システムですね、ここに、まあ、集約をして、電子の目録というようなところに汎用させていく。あるいは、可能性としては、紙の目録というところに反映させる可能性もあるかもしれません。これは、様々な、メタデータの中のそういった小録であったり、あるいはですね、目次データ、そういったものを反映させるということの裏返しであります。で、一方で、まあ、そういったものをですね、まあ、図書館システムのごとも、まあ、やり取りをしていくと。で、そこにはライセンスデータを紐付けるようなことをしましてですね、まあ、学術情報のエコシステム的なものを、まあ、こういったところで作り上げていくことは可能であろうということを期待しています。で、電子の目録において、じゃあ、こういったメタデータはどのようなあり方であるというふうに考えるべきなのかというところなんですが、まあ、電子のですね、目録の書誌データでは、まあ、ワールドキャットなどで行われているのはグローバルに共有される領域と、まあ、ローカルの領域と、辞書自身の図書館で持つ領域というところを、まあ、分離して扱うことで、まあ、全機関に対する修正というものを、まあ、即時反映できるような、まあ、形を作っていくのが望ましいのではないかと考えられます。これは一種修正を共有化していくということであります。一方で、まあ、所蔵データにあたる、まあ、アクセス情報、URI というものですが、これは、プラットフォームによって当然異なりますから、さまざまなプラットフォームから収集する必要があります。ですので、そういったものを、まあ、書誌データと結合させて活用できるような仕組みというものが必要でしょう。で、さらに言いますと、ライセンスデータというものも当然ありますから、それはこの電子の書誌データとの紐付けという、これはリンクでありますが、これが必須であります。で、デフォルトではですね、まあ、例えば出版社が設定しているようなグローバルに共有されるライセンスデータに紐付けて、まあ、それをですね、ジャスティスのコンソーシアムや、あるいはプラットフォームの考え方などに合わせて変更できるような、そういった機能が必要であるというふうに考えられます。まあ、こういったライセンスというものの集約というのはですね、例えば J-PRO におきましては、紙に対して出版権というライセンスデータの管理を始めているというような話もお聞きしておりますし、まあ、オープン BD では、出版社が考える、まあ、そういったグローバルなライセンスデータを収集できる可能性もあるというようなことが伺っております。さて、じゃあ、この電子の目録、進展をしていくと一体どのようなことが起きるのかと、まあ、そういった世界も少し考えていきたいと思います。図書館システムという視点、それから利用者の視点から少し考えたいというところです。まあ、こういった電子の目録の進展というものが、まあ、何をもたらすかというと、まあ、例えばですね、電子の目録の書誌データが目次データや小録というものを、まあですね、十分に反映し、かつ、まあ、海外の書誌データより水準の高いものになり得るのであれば、まあ、グローバル領域の、まあ、書誌データというものを修正する必要は、まあ、なくなっていくだろうということは考えられます。一方で、電子と紙というものは、形態、これは体現でありますが、体現形でありますが、これが違うということのみで、まあ、情報の本質は同じであるという考え方。かつてはこれはファーバーというようなことを言い方をしましたし、今現在はイフラ・エルアーエミというようなモデルで考えられますが、まあ、こういった形を考えればですね、まあ、リッチで高水準な書誌データというものは、まあ、電子であろうと、紙であろうと、その目録のいずれにおいても活用できるようになります。したがいまして、まあ、そういう状況になれば、まあ、図書館はローカル領域のデータ設定というものに注力をすることができるということになり、まあ、そこだけを逆に言えば行えば、まあ、十分に、まあ、図書館で使える書誌というものが、書誌データ、メタデータというものが作られていくのではないかというふうに考えられます。まあ、これによりまして、まあ、図書館というのは共同利用システムが用意する紙の目録と電子の目録のグローバル領域のデータを触ることなくですね、まあ、そのまま時間の目録として、まあ、利用できるようになる可能性というものも考えられます。で、さらに言いますと、まあ、電子の目録の書誌レコードというところがですね、まあ、そもそも目次レベルの情報というものを有しているのであれば、それをですね、まあ、機械的にですね、分解をすることで、まあ、チャプターレベルのレコード、要するに本の中の章ですね、章を一つのレコードとして、まあ、作る、それを機械的に作成し共有する。まあ、そういったことが多分可能になっていくであろうということにも言えます。で、これは実際海外においてですが、まあ、海外の事例なんですが、海外のこれは電子ブックでありますが、そういったものはチャプターレベルでの、まあ、レコードの流通ということが普通に行われておりますので、まあ、そういったことが日本でできないことはないだろうと。そうなった場合には、チャプターごとのですね、コンテンツというものの価値がより高まりですね、また、発見性というのも高まりますし、まあ、そういったものの価値が再認識されるようになるのではないかと思います。まあ、こういったマイクロコンテンツと呼ばれているような、こういった図書のチャプター、こういったものに対しての、まあ、様々な、エンリッチメントというのが可能になっていくということになります。
で、さらにですね、まあ、どのようなことが起きるかというと、共同利用システムを、まあ、延長していく先という話になりますが、まあ、共同利用システムというのをベースとするですね、ウェブスケールディスカバリーサービスが実現する可能性もないわけではないというふうに考えられます。これはですね、例えば現状の、まあ、例えば様々なサイリーなどというものがありますが、こういったものの検索画面は、まあ、万人に対してほぼ一つということになっております。で、しかしですね、例えば共同利用システムで作られるような、まあ、そういった検索のシステムというものが、各参加間に対して個別のインスタンス、まあ、これ検索画面のことでありますが、これを用意すると、まあ、電子と紙の目録を統合的に検索するサービスというのは、これは必然的にウェブスケールディスカバリーサービスとなります。で、これはですね、海外のコンソーシアムでは、まあ、実現しているところもあります。これは現状、カナダの、一つのコンソーシアムの事例でありますが、まあ、そういったところではですね、一つの、まあ、ディスカバリーサービスを入れ、それに各、個別の、機関の事情に合わせたインスタンスと言われている検索画面を用意することで、まあ、それをですね、各機関のディスカバリーサービスとして活用するというようなことが行われています。で、さらにですね、その先には ILL、まあ、これはリソースシェアリングという言い方が正しいかもしれません。こういったものの進化というものも考えられます。マイクロコンテンツというものの検索結果から、まあ、ILL にシームレスにつながる仕組みというものを、まあ、構築していくことで、より正確なメタデータを取り込んでの申請が可能になります。で、より正確なメタデータを取り込んでの申請が可能になると何がいいことがあるかと言いますと、図書館の手が、煩わせられることが少なくなってくる。すなわちどういうことかというと、例えばですね、図書館と出版社が望むようなライセンスデータを明示し、その内容というものをシステム側に反映させることで、ILL ができるもの、できないものの判別というものが誰にとっても可能になる、そういった世界が実現できるかもしれません。そうすると、まあ、何がもたらされるかというとですね、海外と同様に利用者が所属する図書館の手を介さない、アンメディエイテッド方式と呼ばれている、そういった ILL の実現につなげることができると考えられます。今の現状、図書館間相互対策においては、図書館と図書館の間で様々なデータのやり取りというものがされておりますが、利用者が所属する図書館はもうこれにタッチをしない。利用者は別の図書館に自らですね、まあ、申請をかけ、そこからデータを取り寄せることができるかもしれません。で、さらにはですね、出版社と協力し、ILL と合わせてコンテンツそのものの販売や、STL などの窓口を、まあ、提供することで、まあ、利用者にとっては文献が入手できればいいという話もありますので、そういった多元化を進めることができるというふうにも考えられます。まあ、こういったことが、まあ今の共同利用システムの発展の先にはあり得るのではないかなというところであります。さて、じゃあこういった理想の実現のためには何が必要なのかという話を少ししておきます。海外の事例になりますが、ODI と呼ばれている組織があります。オープンディスカバリーイニシアチブであります。これはアメリカの、まあ、米国、情報標準化機構、いわゆる NISO と呼ばれている組織でありますが、ここの三所によって運営される、まあ、常設の委員会であります。で、ここは何をしているのかというと、図書館とウェブスケールディスカバリーサービスのプロバイダー、出版社の3社というものが共生関係にあるんだということを前提に、それぞれから選出された委員によって、まあ、構成されている。まあ、そういった委員会です。で、何をしているかというと、ウェブスケールディスカバリーサービスに関するデータ、まあ、その企画であったり、内容であったり、あるいは技術であったりということに関する様々な指針を出し、まあ、業界でそれを守りましょうというようなことの活動が行われているということであります。で、まあ、こういったことを考えますと、まあ、日本においてもですね、図書館と、まあ、共同利用システムの運営主体、そしてステークホルダーであるところの書店のプラットフォーム、あるいは出版社、こういったところは、やはり共生関係になるということが学術情報流通の視点から望ましいというふうに考えられます。ステークホルダーとの協力を進めて、まあ、オープン PD であったり、あるいは電子ブックのプラットフォームで使われているようなデータについて、まあ、高水準での企画化を働きかけるなど、まあ、図書館の望むメタデータの提供を積極的に行ってもらえるということが、まあ、そういった環境を実現することが必要であろうということも言えます。で、例えばですね、ただこのためにはですね、すべてが共生関係ということで、すべてがウィンウィンウィンという形になっていかなければいけませんから、例えば、まあ、共同利用システムが提供する目録の検索サービスに、ステークホルダーとともにですね、STL やデータ販売の道を用意するといった姿勢が、まあ、図書館であったり、あるいは共同利用システムの運営主体にも求められるだろうということは考えられます。また、ステークホルダーには高水準な書誌データが共有されることで、まあ、こういったものが世界中に流通をし、
それはなおかつ世界中に販路が広がることがあるという認識を持っていただいて、まあ、それが利益につながるんだという可能性、これを考えていただくことや、あるいは学術分野における日本の存在感、プレゼンスというものを高めることができるということに共感をしていただくことが多分必要になるだろうというふうに思います。はい。というところでですね、あくまでもここはですね、将来像ということでお話の方をさせていただきました。だいぶ遠いところまで行ってしまったような、そういうイメージをお持ちの方もいるかもしれませんが、まあ、こういったことを考えて我々は活動しているということをですね、頭の片隅でも置いておいていただければ非常にありがたく思います。私からの発表は以上です。ご清聴ありがとうございました。